本日は青じそです、うん、今日は8月の21日、こいつらはあと1ヶ月の命です、うん、あと1ヶ月ね、取り漏らしなくしっかりと育てて、こいつらの寿命を全うさせてやるための今日は方策をいろいろ公開したいと思います、はい、ということで、今日は青じそで私はとっても嬉しそう。こんにちは。こんにちは。どうも。矢崎です。周り青じそです。しそに囲まれて埋もれてる。そう、しそに囲まれて嬉しそう。うわ。しそですね、青じそちゃん、はい、まあ今年はうちはまあなんと順調にいっておりまして、はい、ちょっと成功です、今日は今年初の300パック超えやな、はい、320パックぐらい出荷しましたけど、はい、もう大変や、ガッチャンガッチャン、検証演奏になりそうやでな。まあこんな感じでやってるんですが、はい、青じそも、うん、もうすぐ終了します。おお、時期的にな、うん、青じその終了はもう大体毎年決まってて、お彼岸ぐらいですね。 お彼岸の時期より前かちょっと後かは多少ずれるけど、うん、まあ、ずれるっていうか、まあ、ほとんどそれぐらい、9月中旬ぐらい、いや下旬、下旬っていうか中旬と下旬の間ぐらい、うん、9月20日ぐらいが、お、まあ、終了期なんですよ、はい、でなぜ終了かっていうとですね、この、ここからね、穂じそが出てくるんですよ。真ん中から、ね、真ん中から花が咲くわけよ、うん、要は。で、初めは花穂っていう形、うん、花穂じそね、うん、で最後はしその実がついてる穂じそ、はい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 、で最後しその実になって、この部分は食べれるんですけど、うん、まあ売れません。売れません、はい、全然売れません、はい、いろいろ袋詰めたりしたけどな。確かにね、しその実ってプチプチして佃煮とかにしたら美味しいやん、うん、で花穂もさ、刺身の妻とかにしたら全部食べれるしさ、美味しいんやけど、うん、売れません。売れません。で、小鶴がいっぱい出てさ、うん、で結局ほら全部落ちてまた来年また出てくる。そう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 ってなるんで、うん、まあそういうのが出てきて、うん、それが出てきたらやっぱりこの軸も硬くなって、うん、葉もね硬くなって、やっぱりね、で葉っぱも虫だらけでも、うん、今さらな残りそのもう穂がついてんのに農薬撒いてまでできへんやん。そうやな、もう硬くなるし、うん、なので終了なんですよ。でまあ、そのホジストが出てくるのが、大体お彼岸頃、はい、でそうなったら終了、はい、でそこまで頑張って取ろうっていう今日はお話なんですけど、うん、でこのホジストが出てくるというのは要するに遠立ちやな、うん、中大ってやつです、うん、遠立ちをするんですけど、その遠立ちする条件が、うん、青じそは、うん、まあ、しそは日長です。日長、木の長さです、うん、木の長さがだん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 短くなると遠立ちしてる方が、でそれがもう大体だから日の長さっていうのは変われへんやん、うん、だ大体が日の長さが短くなるのがもうお彼岸ぐらいで、はいはいはい、ちょうど昼の長さと夜の長さが逆転するわけ、はいはいはい、そうなるとピョン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 、なるほど、ね、終了ってなるで、まあじゃあハウスとかでさ、よく栽培されてる、うん、年中あるやん青じそって。あるよ、ハウス栽培のやつな、うん、あれはどないしてるかっていうと、もう電気や、あ、もう光当てまくり、1日18時間ぐらい電気当ててる。わお、それで作ってんの、俺もだからそれでハウス栽培しようかとも一時期考えたんやけど、うん、まあそこまでしてもな、もうこの束ねんのとかめんどくさいしな、葉っぱ1枚ずつな、うん、まあそこまでしてもええか、せんでもええかなと思って、うん、まあ、やってないんですけど、うん、なのでうちもあと1ヶ月ね、あと1ヶ月、うん、目いっぱいこれを青じそで頑張って ね取りたいんですけど、うん、だからあと1ヶ月やけど、うん、こいつも機嫌を損ねるとピュッと出てくるわけよ、うんうん、その1ヶ月間で保持層を出さないためにどうするかっていうのをね、うんうん、ちょっとまあ言ってみたいと思うんですけど、はい、こいつらが、栄養成長から生殖成長に切り替わるんですよ。花が出るということ、花が出るということ、うん、生殖成長に切り替わるには一つは日長でな、うん、日の長さでもう俺ら、あ、これ以上生きられないと思って花を咲かせ実を結ぶっていうのがあるんやけど、うん、もう一つあって、シソの場合は肥料切れ、切れ、あ、もしくは肥料過多、おお、窒素過多やな、うん、窒素過多の場合
要するに肥料が多すぎてももう俺苦しい生きられないよって言って花を咲かせる。おお、なるほど。肥料が少なかったら、あ、これ以上俺は大きくなれない言うて花を咲かせる。ひよっといく。だからほら夏前でもこう保持素つけてしまってる人おるやん。おるね。土作りの大失敗よね。あ、もう大体からしてこの青じそってそんな肥料いらんのよ。うん、うち追肥も何もしてないよ。してないね。まあ一回だけあの農薬撒いた時に、うん、あの 液体窒素、うん、液体窒素じゃわ液体肥料、うん、液肥の窒素をな撒いたけど、それだけやんか。うん、もう普段の土の方には直接何もやってないからな。そうだね。だから、まあ、普通にあの駆動石灰入れて、堆肥入れて、うん、で化成肥料入れてみたいな普通の土作りをちゃんとしとけば秋までもう持つのよ、うん、だからまあもうそこはもう勝負あったやけど、だから肥料切れかけてると思ったら弱々しく肥料をね、上げすぎるとたちまちもう色が真緑っていうか濃い緑になってさ、うん、だからもう濃い緑さつき緑やになってあの到達してしまうから、うん、もうそこだけ注意やよね。ねえ、がっつりはあかんね、うん、だからもう台風なんか来たって怖くないしな。じゃあな、うん、まあ、その辺だけよ。で、それをうまいことこのまあ肥料分というか、うん、をコントロールしながら、まあコントロールというかうちも何もせんけどな。そうやな。うん。しながらあと1ヶ月お目いっぱい取ろうと。うん。ね、1日300ずつ取ったら30日で9000。うん。9000ということは90万。うん。わお。まあそれは無理やな。うん。手がパンパンになるから。まあ、それでもまあ1日100ずつやっても30万ぐらいは な売れるからな、うんうん、あともうちょっとやけど ね、まあ、おじそは本当にあのいい商材ですんでね。しかも植え付ける、ほっとく、収穫する、おじそ栽培いいですね、まあ、ただね、あと1ヶ月で、まあ順調にいってくれればいいんですけど、うん、まあ、それなりに問題がね、はい、まだ出る場合もある。その先の花を以外にね、はい、うん、うちはこうやってさ、この上の部分だけ摘み取ってこれを袋にいっぱい入れて売ってるんやけど、うんうん、このね、葉っぱがね、やっぱりこう、どんどん摘み取ってるから、脇芽の脇芽の脇芽の脇芽みたいな。はいはいはい、はい。な、花が、花で葉っぱがどん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 ちっちゃくなって。ちっちゃくなるのよ。うん。こんな感じになってしまうのよな。あー、ちょっと違うね。ちょっとちっちゃいやろ。はいはいはい。あんまりこんなんばっかり入れんのもな、安いとはいえな。うん、確かに。うん、まあ、まあ、多少はもう入ってもしゃあないんやけど、うん、できるだけまあ大きな葉っぱでやりたいんやけど、な、まあそのためにはやっぱり間隔を空けて、ゆったり育ててやるのが大事かなと思うのよな。うん、うん、あとはね、あのこれはまあ逆にいいんやけど、あのこういう主軸はさ、カチカチで硬いやん、うん、どんどん木の枝になっていくやん、うんうん、ところが脇芽の脇芽ばっかり取ってるもんやから、ものすごい柔らかいんよね、この、うん、ほら、そうそうそう、もううち手でちぎれるぐらい、うん、この軸も下手したら食べれるぐらい柔らかくなるんで、そこはいいんやよね、うん、ただこの葉っぱがちっちゃくなるっていうの ね、 そうだね。あとは虫やな。虫、そう、もう虫でボロボロになって、もうどん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 やられていくから、うん、でまあ、残り1ヶ月はまだあるから、もし虫湧いたら農薬とかも撒きたいとこやけど、うん、もうできればもうね、無農薬でもうこのまま突っ走りたいよな、ね、まあ、うちのあのあっちで映ってるね、ちょっと映ってるやろ、うん、遠くであのキュウリなんかで、ね、もうほとんど終了やん、うん、途中農薬何回か病気のやつ名前だけど、ね、もうほとんど終了になったらさ、葉っぱも取らへんしさ、農薬も撒けへんやん、うん、めんどくさいからさ、うん、もったいないやん、そんなことでしょ、うん、だからそういうので、まあ、最後は残り1ヶ月ラストスパートなんやけど、ね、ラストスパートはもうのんびりと、のんびりとっていうか、この薬品に頼らずに、はい、できるだけ自然の力で、そうだね、うん、やっていきたいかなと思うね、うん、もう綺麗やよな、ね、うちのな、青じそな、ここだけなんか一人だけ先生離脱してるんや、ね、ああこういうのね、ここはもうここだけちょっと肥料足らんかったんじゃ、うんうん、端っこやしな、端っこやしな、うん、すごいね、綺麗だね、うん、なあ、やっぱり腕上がったな。おお。両腕が上がりました。最後ね、もうあのうちできるだけここ隙間開けるようにしてな、この栽培してるんやけど、もう連結してしまうよね。うん、でも収穫するときこの間のやつな、案外これ綺麗やから。そうそうそう、綺麗で大きいのよこの間。うん、でなるべくもうこの隙間をな、もう通路もさ、どんどん埋まってくるけど、うん、そこを開けるようにどんどんカットしてな。うん、もう容赦なくカットしていったら、そこがまた綺麗な生えてくるからな。ね、てっぺんよりもその周りの方が綺麗なの生えてくる、うん、そうだよね、うん、うん、いいよね、香る、うん、でやっぱ朝取りやな、あ、やっぱり朝の、まあ、今でも今日はほら火が出てないからまだシャキッとしてるけど、うん、朝の方がピシッとしてるからね、そうだね、うん、まあ朝は眠たいけどね、そうだね、頑張って、うん、まあ仕事ですからな、まあ、やらねえはしゃあないな、まあ、ということでね、今年も青じそいい感じに今のところ売れております、いい感じやな、真似される方、来年ぜひ直売所で、うん、出荷で
こんな感じでこのままボソッと袋入れるだけやから、ね、おすすめ、うん、でやっぱな、初めの間はあんまり売れへんのよ。ほう、これも時期、5月ぐらいに植え付けたらもう肘6月ぐらいに取れてくるやん、うん、だから6月に出してもそんなに動かへんねん。もう動き出すのは7月ぐらいからね。やっぱりその薬味需要とかさ、はい、天ぷら需要とかあるんやろね。で7月ぐらいやねんけど、7月売れ出してもまだ他に競合がいっぱいおんねん、はい、直売所でも、うん、でも8月になってお盆超えたらもうどんどんみんな先生に立たせていくからね、うん、もう全然ないよね、うん、もううちの独壇場になってる店が何店舗もあるよね。そうそうそう、だからそういうので、あとこの1ヶ月、残り1ヶ月、9月ね、9月まで持たしたら儲かりますって。いいんじゃない？ねえ、まあ、よかったな、はい、今日は、青じそ残り1ヶ月、頑張って最後まで、うん、終了まで撮りましょうっていう動画でしたな、はい、まあ、こんな感じでね、はい、こういう風にやったら売れるよとか、そういうの情報も、うん、まあ、動画ではどっちかというと家庭菜園の人とかも見てはるんで、うん、まあ、強めには言ってないんですけど、個別でね、いろいろそういうことを聞きたい方がおられましたら、どっちや、こっち、 LINE 公式アカウント、ね、ここでお友達になってもらって、はい、ここで質問とかしてもらったら、まあ、結構返すようには、結構というか、まあ、必ず返すようにはしてますんで、うん、ぜひともお友達登録してください。お願いします。青じそについてもね、いろいろ語り合うこともできます。う、ね、うん、まあ、青じそで語らんでもいいけど、まあ、青じそで質問来るとね、私はちょっとね、嬉しそうになるんです。いはい、はい、親父ギャグが一通り終わったところで、はい、おしまいです。それでは皆さん、さようなら。